足利高氏。足利氏は、鎌倉時代後期から、南北朝時代の武将。室町幕府の初代聖遺体将軍、在職、1338年から1358年。足利将軍家の祖足利定氏の次男として生まれる。足利氏の慣例に従い、はじめは、徳宗、北条高時の返記を受け、高氏と名乗っていた。年。 1333年に、五醍醐天皇が、後期戦場山で挙兵した際、その鎮圧のため幕府軍を率いて上落したが、丹波国志野村八幡宮で幕府への反乱を宣言、六原丹大を滅ぼした。幕府滅亡の勲功第一とされ、五醍醐天皇の意味な、高春の返帰を受け、孔子の名を高氏に改める。五大五天皇の独裁体制である務の神聖が、 急速に人心を失っていく中、鎌倉法の残党が起こした、中仙台の乱により、旧地に陥った弟、足利忠義救援のため投下し、乱を鎮圧した後も鎌倉に泊まり独自の武家政権を樹立する構えを見せた。これにより、天皇との関係が悪化し、上落して一時は天皇を、比叡山へ追いやった。天皇側の反抗により一時は、九州に都落ちしたものの、 再び、太宰府天満宮を拠点に上落して、京都を制圧、光明天皇を擁立して、征夷大将軍に武任され新たな武家政権、室町幕府を開いた。後代醐天皇は、捕虜となった者の,の吉野に脱出し難聴を、創始することになった。幕府を開いて後弟、足利忠義と二党政治を敷いたが、後に対立し官能の上乱を引き起こす。 忠義の死により乱は収束したが、その後も南朝など反対勢力の打倒に奔走し、当地の安定に努めた。後醍醐天皇の崩御後はその母代を弔うため、天竜寺を建立している。新戦在和歌集は、高氏の失踪により、後光厳天皇が先進を命じたものであり、以後の直戦和歌集は、二十一代集の最後の新。 俗古今和歌集まで全て将軍の失踪によることとなった。高氏は、下元三年、1305年七月二十七日に、足利貞氏の次男として生まれた。生誕地は、母の実家、上杉氏の本願地である、丹波国イカルカ軍八田豪上杉僧、現、京都府綾部市とされる。また、旧来は、栃木県の足利僧、 足利氏出生とされることが多かったが、足利創設は、傍傷資料にとぼしく近年、90年代以降では、おおむね否定されている。母は、佐氏側室の上杉清子、兄に、佐氏正室の北条武氏の娘が産んだ、足利孝義がいる。後世に編纂された、南太平記では高氏が出生して、産湯に使った際、2話の山畑が飛んできて1話は、 高氏の肩に泊まり、一話は被赦に泊まったという伝説を伝えている。元王元年、1319年10月10日、15歳にして、十五一下に女子ジブ大輔に任せられる。また、同日に元服をし、特宗・北条高時の返記を賜りこうし、通称は、また太郎と名乗ったとされる。15歳での女赦は、北条氏であれば特宗家、赤橋家に次ぎ、 大仏家、金沢家と同格の大遇であり、北条氏以外のご家人に比べれば、圧倒的に優遇されていた。そして、北条氏一族の有力者であった赤橋流、北条氏の赤橋、北条森時の妹、赤橋隆子を正室に迎える。その後、森時は、鎌倉幕府の執権となる。南太平記は、孔氏と同じく、足利頼氏側室の上杉氏が生んだ祖父。 家時が自分の寿命を縮めることと引き換えに、子孫三代のうちに、足利家が天下を取ることを祈願して自陣したと伝えている。元光元年、元徳三年、1331年、父、貞氏が死去する。足利氏の家徳は一旦は、兄の高義が継いでいたが、父より先、孔子の元服以前に亡くなっていたため、孔子が継ぐことになった。元孔元年、 元徳三年、1331年、五醍醐天皇が二度目の倒幕を起とし、笠木で拒兵した、現行の乱。鎌倉幕府は、孔子に派兵を命じ、孔子は、天皇の夜笠木と、楠木正重の夜死も、赤坂城の攻撃に参かる。この時、七、貞氏の墓中であることを理由に出兵同意を辞退、したが許されなかった。太平記は、このことから、 公使が幕府に反感を持つようになったとする。また、足利氏は上級の乱で、足利義氏が大将の一人として、北条康時を助けて、勝利を導いて、以来、対外的な戦いでは、足利氏が大将を務めるのが華麗とされ、幕府及び、北条氏はその華麗の再来を、公使に帰したもので、裏を返せば、北条氏が足利氏に圧力を加えても決して滅ぼそうとは、 しなかった理由でもあった。勝利に貢献した孔子の名声は高まったが、不本意な出陣だったためか、同年十一月他の大将を置いて朝廷に挨拶もせず、さっさと鎌倉へ戻っており、花園上皇を呆れさせている、花園天皇新記。現行の乱は結局失敗に終わり、倒幕計画に関わった貴族、僧侶が多数逮捕され、死刑。 廃流などの厳罰に処された。五代醐天皇も廃位され、代わって、寿明院党の黄金天皇が戦争した。元皇二年、昭教元年、1332年3月には、五代醐天皇は、お祈祷に廃流された。幕府は、皇子の働きに、十五以上の理解を与えることで報いた、花園天皇神秘裏書。き。元皇三年、昭教二年、1333年。 五代醐天皇は、沖を脱出して、法棄国戦場山に牢上した。皇子は当時病中だったが、再び幕命を受け、西国の倒幕勢力を鎮圧するために、名古屋皇家と共に司令官として残した。この時、皇子は妻高子、嫡男戦場王、後の義明を同行しようとしたが、幕府は人質として、二人を鎌倉に残留させている。 名古屋皇家が初戦で戦死したことを踏まえ、五代醐天皇の誘いを受けていた公子は、天皇方につくことを決意し、4月29日、所領の丹波国篠村八万宮、京都府亀岡市で、半幕府の兵を挙げた。諸国に多数の軍勢最速上を発し、張馬国の赤松延信、大見国の佐々木道よらの半幕府勢力を急合して、受落し、5月7日に、 六原丹大を滅亡させた。関東では、同時期に、上野国のご家人である、日田吉貞を中心とした反乱が起こり、鎌倉を制圧して、幕府を滅亡に追い込んだ。この軍勢には、鎌倉からの脱出に成功した、千戦王も参加している。一方で、講子の所長氏、竹若丸は叔父に連れ出され、鎌倉を出たが、脱出に失敗して、途中で、 北条の手の者に捕まり殺害されている。鎌倉幕府の滅亡後、孔氏は、五代醐天皇から君公第一とされ、十四下二女され、陳述将軍、左兵忠だに任せられ、また三十カ所の所領を与えられた。現行三年、昭教二年、千三百三十三年八月五日には、十三民に少女、武蔵守を兼ねるとともに、天皇の意味な、 御子と地から返記を受け損死と解明した。高氏は、剣務政権では自らは養殖にはつかなかった一方、足利家の執事である、孔諸直、を、その弟、死体をはじめとする家臣を多数政権に送り込んでいる。これには、天皇が高氏を敬遠したとする見方と、高氏自身が政権と距離を置いたとする見方とがある。世人はこれを、高氏なしと称した。三年。 小教二年1333年、ノリ信ガ神皇、後の後村上天皇が、道の区大使に北畠昭家が陳述大将軍に任じられて、道の区国に駐屯することになると、高氏も、成長親王を上の大使に擁立して忠義と共に、鎌倉に駐屯させている。また、鎌倉幕府滅亡に大きな先行を挙げながら、父に疎まれ不遇であった。 森吉親王は、高氏をも敵視し政権の不安定要因となって、いたが、県武元年、1334年には、父の命令で逮捕され、鎌倉の忠義に預けられて、幽兵のみとなった。県武二年、1335年品の国で、北条高時の維持、北条時行を擁立した北条氏残党の反乱で、ある、中仙台の乱が起こり、時行の軍勢は、 鎌倉を一時占拠する。忠義は鎌倉を脱出する際に独断で森義を殺害している。高氏は五代醐天皇に征夷大将軍の官職を望んだが許されず、8月2日、天皇の許可を得ないまま軍勢を率いて鎌倉に向かった。天皇はやむなく正当将軍の号を与えた。高氏は忠義の軍勢と合流し、相模川の戦いで時行を駆逐して、 8月19日には、鎌倉を回復した。足利忠義、高氏の弟の意向もあって高氏はそのまま、鎌倉に本拠を置き、独自に恩賞を与え始め、京都からの上落の命令も拒んで、独自の武家政権奏司の動きを見せ始めた。11月、高氏は、新田義貞を、君足の官であるとして天皇に、その討伐を要請するが、天皇は逆に義貞に、 ニコと両親王を伴わせて、高氏討伐を命じた。さらに欧州からは、北畠明家も南下を始めており、高氏は、赦面を求めて、隠居宣言師寺らに引きこもり断髪するが、忠義、諸直などの足利法が各地で劣勢となると、高氏は彼らを救うため天皇に反旗を翻す、ことを決意し、忠義が死ねば自分が生きていても無益であると宣言し、出馬する。 12月、高氏は、日田軍を、箱根、竹の下の戦いで破り、京都へ進軍を始めた。この間、高氏は、寺明院党の黄金上皇と連絡を取り、反乱の正当性を得る工作をしている。堅務三年、1336年正月、高氏は、入京を果たし、五代醐天皇は、比叡山へ退いた。しかしほどなくして、 欧州から上落した北畠明家と楠木正茂、新田義貞の構成にさらされる。1月30日の戦いで敗れた高氏は、篠村八万宮に撤退して、京都奪還を図る。この時の高氏が、京都周辺に泊まって、反撃の機会を狙っていたことは、九州の大友大海次郎に出兵と上落を命じた、高氏の顔入りの2月4日付軍税最速上。 地区大友文書から推測できる。だが、2月11日に、摂津と島川原の戦いで、新田軍に大敗を起死したために、戦略は崩壊する。高氏は、摂津兵庫から針間室に退き、赤松延伸の震源を入れて、京都を放棄して、九州に下った。九州への再下途上長戸国赤間関、山口県下関市で、 小により久に迎えられ、筑前国宗方大社の宗方氏則りの支援を受ける。延元元年、県武三年、1336年、宗方大社参拝後の3月初旬、筑前と田良浜の戦いにおいて天皇方の菊池、武俊らを破り、大友定順、大美次郎ら天皇方勢力を圧倒して、勢力を立て直した高氏は、京に向かう、途中の友で、 黄金上皇の印税を獲得し、最国の武士を急速に参加に集めて、再び登場した。5月25日の港川の戦いで、新田義貞、楠木正重の軍を破り、6月には京都を再び制圧した沿源の乱。高氏は落中をほぼ制圧したが、この頃再び頓生願望が頭をもたげ8月17日に、この世は夢であるから頓生したい。 信人を私に下さい。根性の家宝はすべて忠義に賜り、忠義が安寧に過ごせることを願う、という趣旨の願文を清水寺に収めている。足利の勢力は、冷え山に逃れていた天皇の顔を立てる形での和議を申し入れた。和議に応じた、五代醐天皇は十一月二日に、黄金上皇の弟光明天皇に人儀を譲り、その直後の十一月七日、 県務指揮目17条を定めて、政権の基本方針を示し、新たな仏家政権の成立を宣言したがこれは、忠義の向かいが強く働いたものとされる。実質的には、この時をもって、室町幕府の発足とする。高氏は、源頼朝と同じ県大納言に認じられ、自らを鎌倉殿と称した。一方、 五代五天皇は十二月に京を脱出して、吉野、奈良県吉野郡吉野町へ逃れ、巧妙に譲った三種の神器は偽物であり自らが、帯同したものが本物であると称して、独自の朝廷、南朝を樹立した。延元三年、略王元年、1338年、高氏は、巧妙天皇から聖意大将軍に任じられ、室町幕府が、明日もに成立した。翌年、 五代醐天皇が吉野で崩御すると、高氏は、異例のために天竜寺造営を開始した。造営費を支弁するため、元へ天竜寺船が派遣されている。さらに諸国に暗黒寺と李正堂の混流を命じた。南朝との戦いは、基本的に、足利法が優位に戦いを進め、北畠秋江、新田義貞、楠木正成の維持、正行などが次々に戦死し、 小田春久、結城近友は南朝を離反して幕府に従ったほか、昌平三年、昭和四年、1348年には、高諸直が吉野を攻め落として、前山を焼き払うなどの戦果を挙げている。新政権において、高氏は政務を忠義に任せ自らは、軍事指揮権と恩賞権を握り武士の当領として、君臨した。佐藤新一はこの状態を、 主従政的支配権を握る高氏と、統治権的支配権を所管する忠義との両政治であり、鎌倉幕府以来、将軍が有していた権力の二元性が具現したものと評価した室町幕府論、岩波講座日本歴史七岩波書店、1963年。しかし、二元化した権力は徐々に幕府内部の対立を呼び起こし、 こう諸直らの反忠義派と忠義派の対立として現れていく。この対立はついに関能の上乱と呼ばれる内部構想に発展した。高氏は当初中立的立場を取っていた。昌平4年、昭和5年、1349年、忠義が諸直を襲撃しようとするも、諸直側の反撃を受けた忠義が逃げ込んだ、高氏帝を諸直の兵が包囲し、 忠義の引退を求める事件が発生した。忠義は出家施政務を退くこととなった。忠義の排除には、諸直、高氏の間で了解があり、積極的に意図されていたとする説もあるが、後の忠義の言動より、忠義の諸直襲撃にも高氏は現地を与えていたものと思われ、高氏は優柔不断に、忠義にも諸直にもいい顔をしていたとの説もある。 モロナオは忠義に代わって、政務を担当させるため、高氏の着難、吉明を鎌倉から呼び戻し、高氏は代わりに、次男、元氏を下して、鎌倉久保をとし、東国統治のための鎌倉府を設置した。忠義の引退後、高氏諸子で、忠義雄氏の忠冬が、九州で忠義派として、勢力を拡大していたため、昭平五年、官能元年、1350年、 高氏は忠冬討伐のために中国地方へ遠征した。すると忠義は京都を脱出して南朝に降伏し、桃井脱出ね、畠山国清よら忠義派の武将たちもこれに従った。忠義の勢力が強大になると、義明は劣勢となって京を脱出し、京に戻ろうとした。高氏も光明寺合戦や、内出浜の戦いで敗れた。高氏は、 孔諸直、主体兄弟の出家、配慮条件に忠義と和睦し、昭平六年、官能二年、1351年に和義が成立した。この交渉において高氏は、長度相会え宇治直を代理人に立てたが、宇治直には忠義に、諸直の殺害を許可する旨を伝えるように高氏は、命じたという記録が残っている。和睦後、諸直兄弟と共に刑に戻るが、 この時高氏は出家姿になってみすぼらしい二人と一緒に上落するのは見苦しいと言って嫌い。彼らに行列の後ろから三里、約二キロメートルばかり離れてついてるようにと指示を出していた官能二年日時期。諸なおらこう一族は高氏に見捨てられたような形で、護送中に彼らを父の敵として恨んでいた上杉義則により殺害された。ただよしは、 よ明の補佐として政務に復帰した。上記の通り、この一元の戦闘の勝者は忠義、敗者は高氏であり、高氏の権威は大きく失墜してもおかしくない、はずである。ところが高氏は全く悪びれる様子もなく、むしろ以前より存在に振る舞うようになる。論功交渉では高氏派の武将の優先を忠義に、約束させ、講師を滅ぼした、上杉義則の死罪を主張し、 ただよとの交渉の末これを流罪にした。また、越見に現れたただよ派の細川武氏を、交差人扱いし、立ちを抜いて脅すなど、まるで勝者のように振る舞い、勝ち戦で上機嫌だった武氏は、高氏の不思議な迫力気押され一転して、恐怖に震えたという。そもそも高氏は細かいことに関わらない性格だったが、今回の敗戦も、高氏とただよの戦いではなく、あくまで、 モロナオと忠義の戦いだと自分の都合のいいように考えていたようだ。さらに、忠義の宝条安時を理想とする主級的な政治は幾度の戦乱を経て現実に即しているとは言い、が高かったため、高氏派に終止返する武将が続出し、敗者だった高タ側が実際には優勢であるという情勢ができてゆく。このような情勢の中で、 忠義派の武将が殺害されたり襲撃されたりするなど、事件が落中で発し、終わりには忠義は、政務から、再び引退するに至る。高氏は、佐々木同様の無本を名目に、大見え、義明は、赤松の利助の無本を名目として、針前、京の東西へ出陣する形となったが、佐々木や赤松の無本の真相は不明で、後に、彼らは高氏に基準、 実際には高氏はむしろ、忠義追悼を企てて、南朝と和睦交渉を行った。この動きに対して忠義は刑を放棄して、北陸を経由して、鎌倉へ逃亡した。高氏と南朝の和睦は、同年10月に成立し、これを、昌平一党という。この和睦によって高氏は、南朝から忠義追悼の臨時を得たが、高氏自身が、 かつて擁立した北朝の諏訪天皇は敗されることになった。そして、高氏は忠義を追って、東海道を進み、薩田峠の戦い、南北朝時代、静岡県静岡市清水区、相模早川尻、神奈川県小田原市の戦いなどで打ち破り、忠義を捕らえて、鎌倉に遊兵した。忠義は、昌平7年、官能3年、1352年2月に休止した。 大平記は高氏による、毒殺の疑いを記している。高氏は、忠義の死語病気がちになり、以後政務は義明を中心に取られることになった。高氏が刑を不在にしている間に、南朝方との和睦は破られた。宗長親王、新田義岡、吉宗、北条時行などの南朝方から襲撃された、高氏は武蔵国へ退却するが、 すぐさま反撃し関東の南朝勢力を破って、鎌倉を奪還した武蔵野合戦。一方、機内でも南朝勢力が吉明を破って京を占拠し、北朝の黄厳、光明を、都公の三条公と皇太子自家人神皇をお拉致し、足利政権の正当性は失われるという危機が発生する。しかし大江へ逃れた吉明はすぐに京を奪還し、八幡の戦い、 佐々木道与が五光門天皇擁立に成功したため北朝が復活、足利政権も正当性を取り戻した。しかし今度は佐々木道与と対立して南朝に下った山名時氏と楠木正則が刑を襲撃して吉明を破り刑を占拠した。高氏は吉明の救援要請を受け刑へ戻り、吉明と共に刑を奪還した。昌平九年。 文那三年、1354年には忠冬を報じた、旧忠義派による景への大攻勢を受ける。翌年には高氏は景へを放棄するが、結局忠冬を撃退して景を奪還した。この一連の合戦では、神南での山梨勢力との決戦から、落中の戦に至るまで同与とのリスの補佐を受けた、吉明の活躍が非常に大きかったが、最終的には、 当時の忠冬の本人に高氏の軍が自ら突撃して忠冬敗走させた。高氏は、この際自ら、忠冬の首実験をしているが結局打ち漏らしている。高氏は、島津志久佐の要請に応じて自ら、忠冬や畠山直明、金長新王の政政府の討伐を行うために、九州下校を企てるが、吉明に制止され押せなかった。昭平十三年。 塩分三年、1358年4月30日、先の多だ冬との合戦で受けた焼き図による背中の腫れ物がもとで、京都二条までの高時代、現在の京都市下京区にて死去した。京年54、五人死院関白期によると、塩分三年、1358年5月2日、孔子の城に、高氏の葬儀が新如寺、京都市で行われたとあり、 五月六日更新の上の初七日からの中印法要は、当人において行われたことがわかる。墓所は、京都の当人と鎌倉の長寿寺。これを反映して、死後の高氏は、京都では当人院、関東では長寿院と呼び表されている。そして、高氏の死からちょうど百日後に、孫の吉光が生まれている。高氏の人間的な魅力を、 個人的に信仰のあった無双祖先が次の三点から説明している梅松論。まず一つ目の戦場での勇猛さだが、ある戦場で、やが、雨のように、高氏の頭上に降り注ぎ、近身が危ないからと自重を促すと、やはり高氏は笑って取り合わなかったという。源の武州でも、文奈四年、1355年の当時合戦で、危機的状況に陥った際、高氏は、 例の笑みを浮かべ、合戦で負ければ、それでおしまいなのだから、敵が近づいてきたら、自害する時機だけを教えてくれればよいと答え全く、動揺することがなかった、という。源の武士衆の著者は、たとえ鬼神が近づいてきたとしても、全く動揺する気配がないと高内の胆力を、褒めちぎっており。二つ目の敵への寛容さも、畠山国清や柴田高常など一度敵方に走った。 物でも、高氏は降参すれば、これを許容し、幕角に迎えている。三つ目の部下への気前の良さは、よく八作の逸話が取り上げられる。当時旧暦の8月1日に贈答し合う風習が流行し、高氏の元には、山のように贈り物が届けられた。しかし、高氏は届いたそばから、次々と人にあげてしまうので、結局その日の夕方には、 高氏のもとに贈り物は何一つ残らなかったという梅松論。こうした姿勢は戦場でも同様で、高氏は戦場で功績を挙げた者を見ると即座に恩賞を約束するかな、柿の下しぶみ、軍人の下しぶみと呼ばれるを相手に直接与えている。これはすでに権利者のいる所領を再び別人に与えてしまう事例も発生し、後の資料には100年先まで、 紛争の種となり、高氏の子孫たちを悩ましている例すらある。午前落ち、記録第十八項。それでも、戦場の下し踏みが持つ、即時性の効果は大きかった。高氏が与えたのは、下し踏みだけでなく、廃用していた腰刀を直接家臣二人に与えた、例や、自身が所要する軍船を与えたこともある。こうした応用で無頓着な高氏を見聞きした、家臣たちは、 皆、命を忘れて、死を争い、勇み戦うことを思わない者はいなかったといい、梅松論。これが、高氏最大の人間的魅力だった。梅松論などによると、高氏は合戦で苦戦した際には切腹すると言い出し、五代醐天皇に背いて、朝敵となったことを悔やんで一時は、出家を宣言するなどの記述がある。高氏は、正月の書き初めで、毎年、 天下の制度を、私あるべからず、生死の根源、早く切断すべしと書いたと伝えられる。しかし、歴史の表舞台に立った高氏は、その性格ゆえに、周囲の動向に振り回され、傷つき、また自身も、無意識に周囲を傷つけてしまう苦悩を背負うこととなった。ところで高氏は、武将、政治家としてでなく、芸術家としても足跡を残している人物である。 レンガについては、筑波州に六十八区が日衆しており武家では同様に、次二番目に多く日衆している。もっぱらレンガに専念した同様と異なり和歌についても、足跡が多く、新鮮在州を企画し、直線州の武家による失踪という洗礼を打ち立てた。また、源頼近府氏が名人として知られていた章を、豊原隆明から学び、後代醐天皇の前でも、章を披露している。 俗主婦城兼務2年5月25日上後に、後皇后天皇も高氏に習って、龍明から章を学んだ、その太歴、延文3年8月6 8十4日上。地蔵菩薩を描いた絵画なども伝わっており、画祭にも優れた人物だった。この他にも扇流しの元祖であるというエピソードもあり。京都の倉山山、奈良の杉山と並ぶ。 日本三大美写門店の一つである、足利市の大岩美写門店を進行していた。高氏を逆賊とする評価は、江戸時代に徳川光国が創始した水戸学に始まる。水戸学は、朱子学名文論の影響を強く受けており、高等の正当性を重視していた。そのため、正当な天皇、五代五天皇を放逐した高氏は、逆賊として否定的に描かれることとなった。 水戸学に発する高時間はその後も継承され、尊能思想が高まった幕末期には、尊能上理論者によって当事院の高寺、吉明、吉光三代の木造が教主される事件も発生している足利三代木造教主事件。1934年、昭和9年、斉藤実内閣の商工大臣であった中島熊吉男爵は、 足利高氏を再評価すべきという過去の文章を発掘されて野党からの政権批判の材料とされ、大臣職を辞任した。中島熊吉項目三章吉川英治が昭和30年代に書いた、私本体兵器は高氏を主人公としている。歴史小説家の海音寺長五郎や伊沢本彦は、五代醐天皇にとどめを刺さなかった点や、 内部構想の処理に失敗した点をつき、人柄が良く、カリスマは高いが、組織の運営能力の点では、源の頼朝や徳川家康に劣っている。戦争には、死が、政治的センスは、まるでないと評価している。また、性質であった、赤橋高子諸星、吉明、元氏、鶴王以外の子に対して冷淡であったかのような、見方がされているが、 谷口健吾によればこれは性質である高子の意向によるものであり、その背景として、実家、赤橋流法上氏という後ろ盾を失った彼女が、自身とその子供たちを守るために、他の女性の子供を排除せざるを得なかったからとする。京都国立博物館肖像,像の騎馬武者像は、京都森家の旧造品だったことから、現在でも他の高内像と区別する必要もあって、 森や河本と呼ばれる。騎馬武者像は松平定信編さんの周古十種で高氏の肖像として紹介されたことから一般に広く知られ、2000年代頃までは学校用の歴史教科書でも高氏の肖像として掲載されていた。しかし、二大将軍、吉明の顔が像上部に据えられていることや騎馬武者のバグに描かれている間違いの門が 足利家ではなく皇家の家門であるなどの理由から、造主を皇諸直とする説、もしくは古史諸冬とする説などが出ている。こうした動きがあることから、2000年代頃から書く教科書では、高氏の肖像として掲載されなくなり、騎馬武者像として掲載されるにとどまっている。反面、梅松論における、たた浜の戦いに臨む高氏のいでたちが、本像に近く、 京都に外旋した高氏がこの時の姿を学校に描かせたという記録残ることから、やはり高氏像で正しいとする意見もある。太平記によると、高氏は五代醐天皇へ反旗を翻す直前に寺にこもってもっといを切り落としたといい、騎馬武者像の一玉切れの姿は、その後本院して挙兵した才の姿を彷彿とさせるものではあり、その点をもって、 高氏像とみなされてきたと考えられている。太平記では挙兵の際に、味方の武士たちが皆高高氏に習って、もっといを切り落としたエピソードも伝えている。鎌倉時代に、藤原隆信が描いたとされる新五寺三蔵のうちの、伝兵重盛像は、平の重盛を描いたものと考えられてきたが、1995年に、美術史屋の米倉道夫や、 歴史学者の黒田秀夫らによって、高氏像を出るとの説が提示された。すぐさま美術史やから、画風や様式が南北長期に下るものではないとする。反論が出て激しい論争になったが、近年は総じて新説が認められる傾向にある。その他、右最上部に刑事広島県尾道市の浄土寺に、高氏を描いたと伝える束帯姿の肖像画が、所蔵されている。また、 森や河本とは異なる牙姿の高氏像が、神奈川県立歴史博物館にあり、聖遺体将軍元阿村高氏教と明記された、江戸時代後期の肖像画が現存している。江戸時代に描かれた錦絵には、歌川国芳の太平記兵庫合戦、兵庫福海寺で高氏を探す白藤彦七郎、歌川義虎の太平記合戦図、高氏、兵庫福海寺に避難する図、 橋本地下信の足利高氏兵庫合戦図、高氏兵庫副会寺に避難する図等がある。高氏の木造は大分県国崎市の安国寺、重要文化財のものが最も古い。綿棒表現が、写実的で理想化が少なく、高氏の生前化、死後間もなく、造造されたと見られる。高氏の木造というと、足利市の菩提寺である。 京都市北区の東人のものがよく知られている。こちらは、大部の表現に、やや時代が下る造形が見られるものの、東部は、暗黒寺木像や、浄土寺肖像と、共通する図用で作られており、中世を下らない、時期の作品と考えられる。他には、静岡県静岡市の清見寺、文明17年、1485年以前の作、京都州京区の天竜寺、 16世紀の作、栃木県、桜市の良光寺、漢文六年、1666年の再構造、神奈川県鎌倉市の長寿寺、玄禄二年、1689年の再構造、栃木県足利市の万那寺、江戸時代、19世紀の作、道市の善徳寺、道県毛岡市の農人寺などに所蔵されている。また、現代になって作られた銅像が、 足利市番の寺山堂と京都府綾部市、暗黒寺町に設されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。